ハヤトの野望チャンネルへようこそ。今回は信長の野望大使 PK 井伊家編をプレイしていきます。軍がもういいね。城落ちないよこれじゃ。乱世を終わらせる。勝ったけど、勝ったけどさ、でこれ長篠に着いたら多分城落ちるんですよね。吉田城じゃ勝てないんだよな。で、長篠で戦った方が有利なんですよ。今、長篠で戦えなかったんですよ。だからこんなことになっちゃって。長篠手前で戦ったんだよね、同数で。で、勝ったからいいんだけど、一回帰って、もう一回長篠で戦うようにした方がいいかもしれない。でも、パート、いくつだったかパート5ぐらいかな。長篠で落とせたのに落とさなかったんですよ。で、そしたらゲームオーバーしたんですよね、滅んで。最終的に。多分取った方がいいんですよ。だから、それを思うと。取れるときに取らないと、どうにもなんないから、いきます。取ります。今回は取ります。多分取れると思う。はい。OK。いいよー。いいよー。よっしゃー。いいぞ。あ、投与できる。青山忠成。よし。さて。で、吉田城が落とせたら落としたいんだけど、今倒した兵が多分帰るんですよね。そしたら落とせないと思う。100人だったら落とせるんだけど、6日で着くのか。6日落とせないかな。ちょっと行ってみましょうか。向こう、6日で兵が帰ってこなきゃ吉田まで落ちるんですよ、これ。もし兵が先に帰ってきちゃって籠城されて3ヶ月とかなったら騎乗します。これで行こう。悪くないと思う。行けるとこまでは行くべき。ご命令を。さあ、長篠取ったぞ。長篠城を歩兵します。足軽削って、の兵増やそう。で、建築進めていこうかな。建築建築発展準建所でかくしようで、忍者とかいらないんで撤去して新設準建所準建所連打大作戦でいきましょう。宿場町なんていらないだろう。準建所だ。準建所だけでいい。ひたすら準建所レベル3を連打していきます。あ、準建所ってレベル9まで効果があるんですけど、レベ3とレベ3が重なったらレベル9の効果なんですよ。だ、今レベ33つで9の効果で戦ってたんだよね。まあ意味なかったんだけど別に。まあ意味なかったんだけど。少ない期間で攻めるなら準建所連打ありだと思います。これでいこう。歩兵もしたし、闇取引で米買いたいな。闇取引入れます。みんな宴会の効果が出たのかもしれん。もしかして。宴会の効果が。よし、闇取引神か。一回も失敗してないぞ。こんなことあるのか。さあ、吉田城6日で取れるかな。近いぞ。140人しかいないよ。落ちるんじゃないこれ。180。来た。よっしゃ。うわー、これでかい。うわ、めっちゃでかい、これ。これめっちゃでかい。これめっちゃでかいですよ。来た、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 来た。なんか正面から打ち破ったぞ。正面から。同数で勝って落としてる城、すごい。待て待て、岡崎とか無理。岡崎、900人だから無理。あ、14日かかんのか。14日じゃ無理かな。さすがに無理か。いや、でもこれ、包囲できるならしてもいいんじゃないか、これ。どうだ？待てよ。長篠から1500人呼んで包囲しようかな。全然ありだな。軍出します。吉田城まで、援軍。で、すぐ着くやつだけでいい。すぐ着くやつだけでいい。2200人援軍出せる。援軍というか増援が出せるね。しましょう。あー、岡崎1000人か。信長が来たらおしまいなんだよな、ここで。あ、待て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 、勝頼足そうかな。勝頼の舞台足そうかな。そしたら信長が来ても跳ね返せるな。勝頼作戦はあり。正直。いや、でも何日かかるんだ、何日かかるんだこれ。ちょっと待って、よく見よう、よく見よう。木曽義政隊が出せるんだよな。一応15日かかるけど、これ入れとけば武田と織田家同盟だから帰るんだよな。ぶつかった時に。でもなー、早く包囲した方がいいんだよな。1秒でも、絶対これ。信長何人出せるんだ？いや、信長もそんな来ねえだろう、慌てて。どうしようかな。合流ができねえんだよな。いや、待て待て待て。そうだ、これ、あれだ。単独の舞台で出して、岡崎の奥に置いとこう。そしたら信長隊が当たったら帰るはず。きっと。それでいいや。別に合流させる必要ねえんだ、これ。
単体でどっか置いとこう。家康の領土荒らさせよう。なんか準権所とか壊させとこう。出陣だけしよう。木曽義政隊。マックスで出ていいな。早く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 。待機します。部分騎乗。300、100人がいるな。100人はもう帰っていいよ。帰れ帰れ、岡部元信。で、合流。出陣する。よし、5000人になりました。この舞台で岡崎を包囲します。いけるか。さあ、行くぜ。岡崎包囲しまえばもう勝ちだ。本庄だからな、家康の。なんとか包囲して、ああ、2600人になっちゃった。どうなんだ、これ。ああ、増える。どんどん増える。無理か、無理か。ちょっと待て。待てよ。待てよ。ちょっと待てよ。待て待て待て。ちょっと待て。ちょっとタイム。ちょっとタイムな。ちょっとよく考えた方がいいよ、これ。2800人出てきた。2800人、ちょっと見てみよう。見てみよう。2800人。兵数は400、400か。1部隊400の2800人。3000人。こっち5300人。無理かな。ちょっと無理かな。ちょっと無理な気がするな。これこっちの舞台めっちゃボロボロだからな。どっちが先つくんだろうな。これ3日後、集結が2日後。あー、ダメだ。戦うつも来るな。あ、勝てばもう終わりだよ。家康滅ぼせる、勝てば。でも勝って3200に勝てるか、5300で。まあ、でもさっき勝ったからな。さっき勝った。さっきまぐれだけど。まぐれだけどな。これは、武田信虎隊が185人しかいないんだよね。引っ張ってる間に自分が死んじゃうよな。負けたらカウンターで滅ぼされる可能性もあるんだよな。面白くない。どんな舞台なんだろう。家康、渡辺守綱、本多忠勝、半蔵。まあ、まあまあだな。本多忠勝がな。待てよ。ちょっと、よく考えてみよう。今無理する必要があるのかどうか。徳川家康残り城2つになったら、数で倒せるんじゃないか、これ。うち城5つになったんで、5つの城で全力歩兵すれば、今度、兵数2倍以上で戦えるんじゃないかな。いや、でもダメだ。岡崎城1万歩兵できるんだよな。ちょっと、あんまし良くないかな。いや、悩みどころだ。これは悩みどころだな。帰っても悪くない。全然悪くないな。吉田まで取れたんだもんな。で、逆に、戦って負けたらどうなるか想像してみよう。負けても、兵数が少なすぎて、カウンターこなさそうなんだよな。じゃ、仮に戦ったとしよう。戦ったら城を落とせるのかな。戦って、まあ、1000人残って、1000人で岡崎落とせないんだよね、これ。勝っても、あんまし美味しくないかもしれないな、これ。そう考えたら。いや、ダメだな。帰ろう。帰ります。ここは帰る。城落とせないんだったら意味がない。帰ります。帰って、援軍返そう。なんか援軍返還みたいなのなかったっけ？あ、援軍返還はあれだ。返してくれって自分から要求するやつだ。よし、はこんなもんだろう。十分すぎるほどの成果を得たぞ、これで。素晴らしい。これより表情を行います。さあ、表情だ。いや、今回はめっちゃくちゃ良かった。吉田城取れたの素晴らしすぎるわ。表情を終える。さあ、楽しい表情だ。特に何も取らなくていいかな。はい。お、浪人が使いたいと言ってきた。いい家に見込みがあると思ってくれたのかもしれない。あの徳川を倒すとはみたいなこと。さあ、吉田城取った状態で家康も軍を引きました。歩兵だ、早速歩兵だ。吉田城で歩兵します。さあ、お前ら、家康の下では農業できたかもしれんが、お前らに農業はさせない。全員軍隊になってもらう。甘っちょれえこと言ってんじゃねえよ。はい、何が農業だ。農業なんてしなくていい。闇商人から買ってきた米を食え、お前らは。闇米を食って戦うんだ。限界まで戦ってもらう、うちの領土では。さあ、で、どうするか、このまま行くのか、それとも一回立て直すかだな。岡崎城5400人。まあ、1万人は欲しいとこなんだけど、もうガタガタすぎて、ちょっと無理だな。一回壊してもいいかもね、これ。一回壊します。受けたまわります。ちょっと一気とか起きちゃうと、立て直しができなくなっちゃうんで、歩兵できなくなるんで、一回壊して、兵貯めて、兵1万。兵2万だね、2万。武田援軍入れて2万で岡崎次攻めるぞ。
で、建築。また、徳川との、国境線だね。まずなんか茶屋町とか。お茶なんていらねえんだよ。そんなの平和の時代にやってくれ。漁村だ。魚取って兵糧にしましょう。あとは、なんか牧場とかあるんだけど、牧場もいらない。牧場なんて潰してしまえ。全部準建所だ。軍の施設だけで埋めていく。かしこまりました。頭の中全部やばい。この辺の領土やばいんだ。全部準建所なんだけど。やる気がありすぎる。重ねれば重ねるほどいいからね。9まで重なるから、こことこことここと、ここあ、ここは重ないの。こことこことここの準建所が岡崎城重なるんで、この3つを上げましょう。ヘス、あ、でもあれか、岡崎城もともと上限高そうだから意味ないかな。8万か、あんま意味ないですね。まあ、もし狭いとこで当たったら有利かなっていう。まあ、レベ9まで重ねればいいと思います。まあ、他になんか建てたいもんがあるでもないからな。他国との同盟大丈夫だよな。ああ、織田家はもうブチ切れまくってる。すいませんでした。武田との同盟、あと6ヶ月なんで気をつけよう。9700になったらきついな、岡崎が。あ、なんだこれ。え？対斎藤包囲網？何これ？何これ？どうしろってんのこれ？浅井にはつけないみたいだね。あ、織田が入ってるからかな。まあ、不参戦だな。なんかやってるみたいだ。信長が得するだけの戦争が始まろうとしている。まだお市腰入れしてないみたいなんだけどね。斎藤が滅ぶ。何やった？斎藤家なんでこんな恨みを買ってるんだろう。謎なんだけど。徳川家と交渉いたします。金9700で講和してくれるって。拒否だよ、拒否。バカめ。講和しなくてもいい。じゃあ戦うよ。戦おうじゃねえか。斎藤辰興、何をしてるんだ一体。辰興の代に滅んだんだよね、斎藤家ってね。吉達が死んじゃったから。家康もさすがに動きがない。いや、徳川家の武将が合計37人います。もし徳川滅ぼせば全部家臣にできる。いやー、ここまで行きたいな。なんとかここまで行ければだいぶ楽になる。カウンター怖いんで、内陸にある準建所もしばらくそのままにしとこうか。っていうか、まあ城1個取られたらこの準建所全部敵のものになっちゃうから全部一気に取られちゃうかもしれない。最悪だな。信長が忙しいタイミングで岡崎攻めしたいけどね。ちょっと難しいかもね。ご命令を。なんか郡上八幡に姉が工事が攻め込んでて、浅井長政が稲葉山に入ろうとしてるんだけど稲葉山浅井に取られたら信長どうすんだこれここを岐阜と名付けるみたいなさ、あの岐阜県のね、元のあの名前、あれ信長つけたらしいんだけど、そういうかっこいいイベントなくなっちゃうんだけど浅井長政が取ったら。お市独身のままで勝家によこしてやんのかな。で、そのまま浅井長政と戦うのかな、信長。これまだお市いたよね、ここに。お市まだ腰入れしてないからね。これ勝家ハッスルしどきだな浅井がそのまま強いって、なんだこれ、何の状況なん、どんな状況なんだこれ。あー、これ今岩村城に攻め込めば斎藤家の家臣が入るのか。待てよ、これありだな、岩村攻めって。ちょっと遠いけど道あるかな。あ、この、ここ北に通っていけば行けそうだな。いや、これありだな。全然あり。だって稲葉山確実に落ちるもん、これ。ちょっと待てよ。これ、多分、竹中半兵衛がいるんですよ。斎藤家って。戦国権兵衛がいるな。竹中半兵衛まだいないかな。竹中半兵衛がいたらめちゃくちゃ美味しいんだけどな。あ、竹中半兵衛まだいないな。明智光秀とかもいるかなってちょっと思ったんだけど、この辺に。稲葉一徹とかでもうちに来たらエースだからな、稲葉三人衆。あ、岩村城の城主がそもそも竹中半兵衛じゃねえか。これ落とすの大変そうだな城乗っ取られそう。30人ぐらいで城乗っ取られそうだな。これ慌てなくても稲葉山が落ちてから出陣で間に合うかもしれないな。稲葉山結構硬いと思うんですよ。すぐには落ちないと思うから、ちょっと様子見ようかな。もうちょっと歩兵したいしね。いいぞ、なんかだんだん状況が上向いてきた。よし、武田との同盟延長します。ちょっと様子見よう、ちょっと様子見よう。あとは、まあ、岩村攻めするタイミングで、家康と講和できれば、家康も攻め込めなくなるから一番いいんだけどね。多分、沿線環状出るまで講和してくれないと思う。まあ、金払って講和してもいいんだけどな。尺だからな。はい、武田との同盟延長できました。素晴らしい。さあ、稲葉山がもう落ちそうだね。じゃあ、徳川と講和交渉をします。受けたまわります。そして、
宣戦布告、斉藤家に宣戦布告します。我が戦お見せしよう。わしが力になろう。さあ、はい、兵糧5600。兵糧は足りそうだね。そんなにたくさん軍出せないからな。で、何人で行くかなんだよね、岩村城攻め。全軍出しちゃうとちょっと家康がまだ怖いよね。ここができてないから。1万人いれば兵数上限だね。1万人で行こう。とりあえず長篠城に就航して、あとはちょっと折りを見ていこうかな。1万2000人、まあこんなもんでしょ。なんかあったら帰ってこれるしね、近いから。出陣する。さあ、めっちゃ受刑人が役に立ってくれるっていうか、今川家臣優秀じゃねえかうちの家臣と比べりゃだけどまあ家康の家臣と比べたらもう全然なんだけど、やっぱ今川義元を支えた連中が本当に優秀。あの飯野屋3人衆とは何だったのかって感じ、本当もうモブ、ほぼモブ。そして本当に稲葉山落ちそう。信長どこ行くのこれ。信長岩村攻めしてきそうだなこれ。いや待てよ待てよ、岩村取ったら信長が来ちゃうかも。岩村に考えた方がいいな。信長が岩村にもし来たら、そしたらもうあれだな、武田の援軍で戦うしかないな。それか岩村捨てるかだな。岩村捨てて武田に攻め込ませるかな。まあなんかいろいろやり方ありそうだね。金をくれって言ってきた朝廷が。いやまだ金はない、ダメだ、闇取引はしないといけないんだ。あー、家康が軍を集めちゃった。戦う気満々なんだけど、やめて、壊しよ壊しよ仲良くしよう家康くん。我々確かに過去を争った過去があった。徳川家と交渉いたします。はい、金銭2万6000渡せって言ってきたんだけどなんだなんだよその金額。さっき1万円でいいって言ってたじゃねえか。2万6000って3万しかないんだぞおい、足元見やがってこいつ、足元見やがって、あーいやもうほんと最悪なんだけど。承諾しかない。でもこれ承諾しかない。2万6000円で半兵衛を家臣にできるんだったら全然あり、承諾します。でも俺はこの恨み忘れねえぞ覚えてろよてめえ、てめえ覚えてやがれよ本当によ。岩村行きます。私に続け。これでもう邪魔するやつはいないんで、稲葉山が落ちた後で岩村落とせれば完璧です。ご命令を。いいよ、浅井長政あと何日かかるんだろう。さあ岩村行くぜ。もう稲葉山も落ちるね。ちょっとなんだろう、慌てる必要ないから武田領で待機しとこう。岩村先に落としちゃうとまずいんですよ。はい、稲葉山が落ちました。これでもしこのまま時代が現代まで進んだら、岐阜県が消滅して稲葉山県になります多分なんてこったさあ行くぜ。さあもう邪魔するものいないですよ。徳川は横槍入れられないんで、ホイで77。あーうまいな、ホイでいきましょう。よっしゃー、あと2ヶ月だ。織田家が横槍入れてこなければこのまま岩村落ちます。織田家やめろよ、何もするなよ織田家。報告します。ノブちゃん行くとこなくなっちゃってるからな今。ちょっとまずいっちゃまずいよね。大丈夫かな、すごい不安。信長と仲が悪いからな、交渉の余地がない。盟友徳川の敵捨ておけの飯など攻め滅ぼしてくれようとか言ってるハッスルしちゃってるから。あ待て待て、織田家浅井と同盟結んでる。お市の腰入れが消えて浅井と同盟結んで意外と妹使わなくても話の分かる男だったみたいな感じになってんのかなこれ。浅井長政結構いい男じゃねえかみたいなおいちな、生き遅れちゃったな完全にな。どうしよう、うちが嫁にもらってやってもいいんだけど、うちの当主も女の子だからな。親善、これさ浅井と仲良く、あでも浅井と仲良くしても織田と争いそうなんだけどな、はい、あでもちょっと姉が工事とか周りと仲良くしてもいいかもしれない。六角もちょっと周り全部と仲良くしよう。織田家包囲網だ仮想織田家包囲網行ってみよう。悪くない、朝倉とも仲良くしとこう。浅井朝倉ってちょっとめんどくさいんだよな敵に回すと。ちょっとっていうかもう だいぶ苦しいんだよね。安全圏から朝倉軍やってくるのって結構大変だから、仲良くしとこう今のうちから。もう先を見ていい、家康倒せるからな。あとやっとくことあったかな、もう多分ないと思うんだけど、闇取引します。みんな力を合わせよ。よし、
さあ米を買うんだ。全力で米を買え。よっ、あ、すごい闇取引。え、もう多分20回ぐらいやって全部成功なんですけど、どうなってんだろう。何があったんだろう。なんかすごい目利きのできる男がいるのかも。あの、事前に一口食べてみてるのかもしれない。うん、これは米だみたいな。偽米食わされてない。斎藤家より交渉の申し出。心中するから許してくれって言ってきた。いやー、まあ許してやりてんだけどさ。なんかすごい悲しそうな顔してるから許してやりたいんだけど。いや、もう、この見返りが竹中半兵衛だったら許した。拒否だな。悪いけど。基本心中行ってきたら許したいんだけどね。さすがに。まあ、そんな、なんかね、皆殺しにしてやろうみたいなことはないから、斎藤家に恨みねえからな。でもな、タヌキと戦うのにいるんだよ。お前んとこのさ、半兵衛の力が拒否だ。すまねえな。今から猿とかね、魔王と戦わないといけないんだよ。タヌキとか猿とか魔王とかね。ご命令を。よし。ちょっと、あと何日かかるか確認しておこう。あと6日。よっしゃー、来るぞ、これ。いける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 。これ岩村取っちゃったらもうすごいんじゃないか、これ。よっしゃー、岩村城兵糧攻めで落としました。来たー、これはうまい。これで竹中半兵衛、すごいの来ました。統率93、武勇77、知略106。素晴らしいです。さらに美濃三人衆、あとは誰だ、斎藤竜興。弱いな、斎藤竜興。まあまあまあ、まあいいですね。それでも十分。十分、能力値が80超えてるような武将が、加わりました。素晴らしいです。これでもう、旧来からの家臣は全部首にしてもやっていけるでしょう。まあ何より半兵衛だよな。半兵衛は多分、戦法が強いんですよ。ちょっとどんなものか確認してみましょう。いやー、うますぎる。半兵衛って短命なんで、あんまり使う機会ないんですけど、今回は使えそうですね。竹中半兵衛。斎藤家臣、わずか16人で主家の居城、稲葉山城を乗っ取る。その卓抜した知略を羽柴秀吉に見込まれ、軍師となった。お灸を据えたんだよね、16人で乗っ取ってね。で、先方、孔明の計りごと、前方範囲内の味方の防御力を小上昇し、敵の攻撃力を小低下。あれ、あんま強くないかな？あんま強くない気がするな。微妙に弱そうな能力だな。もっと強そうな感じあったけど。参謀はいいよね。先方ゲージ消費量を減少。範囲がめちゃ広とかなのかな。あ、コストが4だから使いやすいのか。なるほどね。後ろにいないといけないっていうのはちょっとあれだね。最前線に出さないと軍師だけど。多分うちの軍で一番強いだろうからな。信虎の次に強いのかな。よし、早速軍師になってくれ。知略は我が軍でトップです。本田正信もどうやらいたみたいだね。なんかいろいろ混じって、うちの家臣になりました。さらに、堀秀政。信長の家臣だよね。本能寺の変後は、豊臣秀吉に属し、一門閣の待遇を受けた。ちょっと見られる能力値になってきたと思います。若干だけどね。もう何家かわかんない感じだけど、家臣見たら。今川と斎藤家、かなみたいな感じだね。よし、帰ろう帰ろう。騎乗だ騎乗だ。今日は宴じゃ。はい、というわけでね、家康の吉田城を奪ったのに加え、さらに斎藤家をも滅ぼして、竹中半兵衛を新軍師として家臣に加えることができました。前回までと比べてね、かなり状況が好転したんじゃないかと思います。天下統一の可能性見えてきました。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。